はあ、友達が欲しいな。体育くん、僕がいるじゃないか。僕たちは二人で一つ、そして一人で二つ。おいおい、それは言わないお約束。いっけね、言わないお約束。この曲が終わってしまえばただの布切れだけど、僕ら Friends 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 大切な Friends 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 友達。どうやって友達になったんだっけ。最初の会話はなんだっけ。どっちから話しかけたっけ。偶然同じクラスだったり、バイト先が一緒だったり、思い出せないけどきっと思い出す必要なんてない。助け合える友達が君にはいるかい。きっと何より大切なこと、当たり前で難しいこと。僕たちは二人で一つ、そして一人で二つ。おいおい、それは言わないお約束。いけね、言わないお約束。この曲が終わってしまえばただの布切れだけど、僕ら Friends 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 大切な Friends 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 友達。てっくん、僕ずっとメンバーが欲しかったんだ。ライブに行く時も練習もずっと一人。体育くん、でもさ、よく考えてごらん。もし君がメジャーデビューして CD を出して80万円の利益が入るとするね。うん、80万円は君のものさ。でももし4人組のバンドだったら1/4。それだけじゃない。グッズの売り上げ、出演のギャラ、カラオケの印税、楽曲提供、全部君のものさ。でも4人組バンドだったら4分割。ね、バンドザマーミロだろ。うん、バンドザマーミロ。バンドザマミロ。ほら、このバンドもこのバンドもこのバンドもみんな分割。うわ、片や僕は 100%。 バンドザマミロ。僕たちは二人で一つ、そして一人で二つ。おいおい、それは言わないお約束。いけね、言わないお約束。この曲が終わってしまえばただの布切れだけど、僕ら Friends 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 大切な Friends 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 友達。体育くん、今日から僕も岡崎体育のメンバー入りさ。これからよろしくね。いやいや、なんか収入とか半分になっちゃうし。